始まるよ。皆さんこんにちは。ニューテストのラブパトリーナとラブパトリーじゃない頭だけサギちゃんのゆうちゃんです。ラブパトリーナは誰ちゃんですか？ほうちゃんです。今日はこちらを当てけてみます。今日それは何ですか？ラブパトリーナのマスクのラブタコミーナおもちゃです。はい、うちのピンクが1周目に買ったやつで、緑が2周目に買ったやつ。どういうこと、どういうこと？1周目のピンクの方が3種類、2周目の緑の方も3種類あります。それぞれ3種類あるんだって。今回4つずつ買ってるから、あ、1個コンプリートしなくても大丈夫。うん、1個はかぶっても大丈夫です。でもかぶりすぎるとコンプリートできないです。じゃあもうどれから開けますか？はい、これこれ開けるよ。いっせーので、うおー、私はこのグリーンの。パタンはあ、サライちゃん、つい四つ葉ちゃんとか言っちゃった人。はい、え、待って、可愛くない？これ待って待って待って、見せて見せて。これはね、ラブパドウィングのフラッパー。なんか小さくない？小さカシャカシャって鳴って音が出るんだよ。ね、これこれもうボタンっぽいよ。これこのね、うん、やあ、本当だ。それはラブパトリーナ。待って、これ鳴る？鳴る？鳴る。こっちだけだ、鳴るの。それじゃ頭を勢いよく振ってみよう。一生ので、あ、じゃあ次は紫。あ、紫開けるの？グリーン開けないの？うん、一種類ずつ。じゃあせーので開ける。せーの、じゃーん。わー、ほのちゃんはラブパトスカイリーのカスタネット。トントンとかせ、そっちはラブペコシークだって。色が変わる、見て。あ、こうなってるんだ。へー、私見てたんたんするんだよ。かぶった。パンちゃん、またカスタネットだった。せーの、え、もう一つある。なんだこりゃ。これあ、2人同じのが出た。なにこれ、ラブパト同じなんだよ。カスタネット同じなんだ。小花、小花出た。ねえママ、これさ、あのさ、足のさ、なんか紐の部分にさ、つけると歩くと音がするよって。なるほどね、それはすごい。いくよ。ねえ、ツリーナ当てるよ。もうないよ、もうないよ。全コンプリートしたよ。というわけで、全部8袋開けて全6種類コンプリートしました。これとこれとあとこれとこれ。今足についてたやつ、赤ちゃんみたい、このおもちゃ。これ赤ちゃんの方に おすすめです。これ赤ちゃんの土地に使えます。はい、赤ちゃんが生まれた時にこうやってね、うん、連れてきたやつやって、ここチュパチュパすると思う。予想チュパチュパが好きだから。だって赤ちゃん、この人じゃなくてこの人。え、この人が好きな。おいおい、赤ちゃんが今チュパ